ジミーのをかける伝説は2014年のイギリスアイルランドフランスの電気映画。1930年代のアイルランドを舞台に実在の活動家ジミー・グラルトンを描いたドラマ映画。1932年国を分断した悲劇的な内戦が終結してから10年後のアイルランド。アメリカで暮らしていた元活動家のジミー・グラルトンが10年ぶりに祖国の地を踏み、 リートリム県の故郷に帰ってきた。かつて地域のリーダーとして、絶大な信頼を集めたジミーは、気心の知れた仲間たちに歓待され、昔の恋人ウナとも再会を果たす。ジミーの望みは、年老いた母親、アリスの面倒を見ながら穏やかに生活すること。しかし、村の若者たちの訴えに突き動かされ、うちにくすぶる情熱を再燃させたジミーは、ホールの再会を決意し、 仲間たちも協力を申し出る。かつて、ジミー自身が建設したそのホールは、人々が芸術やスポーツを学びながら、人生を語らい、歌とダンスに熱中したかけがえのない場所だったのだ。やがて、ジミーの決断が、はからずもそれを心よく思わない勢力とのいさかいを、招いてしまう。ありがとうございます。